はい、石の船を、持ってきましたと。これこう浮かべるのかな、ちょっと違うとどうなんでしょう。乗る。 OK、 これでいけるわけですね。 OKOK、 でサラマンダーのところに浮かべてあげると、なんか商人がどうのこうのなのかな。よし、これ終わったら、終わったらあれですね、武装商船団なんとかしてやりましょう。そんなにね、戻るの苦労はしなかったですね。まあ戦闘がまあまあいけたんで。でこっちゼミオ、ドモス、お石船だ。石船っていうのかな。あ、速くなった。オッケー。おっしゃ、うわ、くっそ速い、くっそ速い。あれ、すごい。あ、これでいろんなところに行けるみたいな。まあ2つしかないのかな。まあ行ってみましょう。この間魔導士が来ていろいろ調べていったよ。その後石板が何枚か見当たらないんだ。いや絶対盗まれてるじゃんこれ。ショコです。熱に強い石板を使っていますと。へえ。ねん、溶岩が固まる。ねん、地震増える。あ、子供増える。不浄と沈む。ヘルファイヤー、サラマンダーの体さえ焼く恐るべき炎。へえ。大噴火、西に島が浮上。なるほどね。うわ、もう絶対盗まれてる。宝箱も盗まれてるじゃねえか。まあとりあえずようわからんと。まあわからない以上ちょっと知らんので、ここで、唐の西に館を構えたあの魔導士、どうもうさんくさい。いや俺もそう思う。いやでもなんかアイスシードってのくれたぜ。溶岩固めればいいんだろ。ああ、その名の通り火に強いのですと。サラマンダーも仲間になんのかねこれ。ご覧の通り武骨者、しかし死を愛する心はあるのだ。死、ああだから石板ってことね。石板に記録を残してますせーと。族長の家、コムルーン火山から流れ出る溶岩が我々の活動源ですと。あ、火山が爆発すれば火が動きますよ。まあ火に強いとは言っても爆発したらやばいよねって。おお、ちょっと色違う。こんなところによく来ましたな。いやもうちょっとなんかさ、なんもない。お、ちょ待て。え、いや俺結構石、まあ大変じゃなかったって言ったけれども、石板なのかな。まあでも溶岩止めましょうか。そしたら商人がよくわかんないっすね。火山行きます、大丈夫かな。まあ普通に敵いますよと。あ、弱いっすね。弱いっすね。これいけますわ。これだったらいけますわ。スイッチャンバーでいっちゃう。ハルモニア、なぎなただと。いくそ余裕。まあまあまあ、強いやつ出てくるでしょう、途中で。おっつ、来た。自烈撃来た。これいい。これね、そう、後ろにできるやつ。いいね。よっしゃ。で、他の技、他のね、やつ覚えると、技ポイントがね、上がるのがいいんだよね。おっと、ホーンリザード。キラーマシンさんは知ってるけれども、ホーンリザードさんは知らない。あ、自烈撃早速行こうぜ、これ。後ろに行くから。いいよ、これ。いいよ。串刺し、うわ、先にやられた。強い。
強いじゃないか、そして硬いじゃないか。うわー、なかなかっすね。キラーマシンなんかもう目じゃないというか、もうどうでもいいわお前。なるほど、これはなかなか、なかなかだぞこれ。そして早かったよねこいつ、スピード。チャージ、うい、ガードした、いいね。で今チャージっていうのが多分ね槍の技だと思う、もしかしたら。あぶね、くわー、よしよしよし、危ない危ない、やばいね。でこれで倒せるでしょう。串刺しとかもうやめてほしいわ。ちょっともう避けていこうぜ。そこいつは無理だったね。出たー出たよこれ。これ空圧張ったからいいけど、あの時今ねえからな。どうなんだろう。うわ、あんまりだな。ガードしつつだな。何攻撃してくる？攻撃は見たことないよね多分。あ、セルバーですか。ダブルヒッツ、ガード、よし、1回ヒットでごまかしたね。ウィンドカッター、探索でやっていくしかないですね。もう俺探索斬りって言ってるけどさ、ずーっと探索で合ってる？探察？もう自信がない。よっしゃ、791、まあ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 、 OKOKOK、 いただけるときにいただいておきましょう。大丈夫っすかね。ミサイル、あ、でも、あ、でももう攻撃専念しようか。探索、まあそうだよね、分からんすけど、まあ行くしかないの。しいね、火炎キマイラ、だいたい RPG のキマイラ強いよね。うわー、ちょっと待って、なんで2回攻撃した？お前もそういうタイプか。お前も2回やってくるやつか、この野郎やだわー、黙ってそういうことやってくるからな、こいつはな。探索、ちょっとひよって回復。技ポイント回復しましょうかね。どんどんガンガンいっちゃおう。使っていっちゃおう。早く千切り覚えないかな、千切り。こっから絶対派生で覚えるから。千切り覚えれば、なんていうか、森のリラックサーブ使うかこれ。千切り覚えちゃえば千のダメージ一応与えられるから、ウィザードマンだったら大丈夫なはず。リンドカッターで、これで自裂撃でしょ一応。こんな感じでやっとくと。お前サンダーボルト使ってくるやつかい。初めて聞いたぞそれは。あいつもう一撃で絶対倒せんのに、もうあんなやつやばいっすね。どんどんやばくなっていく。俺が強くなっていくってことなんすかね。ほらもう弱えし、あいつ。よし、やり、証券アップ。え、こんなんなん。クイード、オッケー。おっと、そんな感じですか。ウィーっと、オッケー、すり抜け。
オッケー、余裕で真ん中のこいつだけはちょっと油断ならねえと。これでオッケーっしょ。でハルモニア、ツバイ、なぎなたでいきましょう。触手やってこなければ、うわ怖い、触手怖いわマジで。だいたいもう一撃で、お来た、串刺し、お、これはいいじゃない、自裂撃と一緒じゃない、よっしゃよっしゃ、強くなってきた、いい感じ、よし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 、いいぞいいぞ、どんどん行こう、どんどん、まあ、これはちょっとしゃあないしゃあない。ヒューリーは何、骸骨かな、あれか、もうヒューリーってことっすよね、そういうことっすよね、なんか魂ってことでしょ、ヒューリーってよくわかんないけど、あれだよ、もう FF6 のさ、あれにいたわ、カイエンのとこにいたやつだよ、カイエンのとこにいたやつだよ、また2回言ってるっていう、が使ってた技だよ、なんか仲間を戦闘不能にして実態を暴くみたいな、だそれ系だよね、やりきかねえ、やりきかねえ、まあ要するに魂ってことっすよね、よしよしよし、オッケーオッケー、まあちょっと舐めてはかかんないようにしようと。スイッチハンマーちゃんどうなの、これは串刺し、ちょっとこっちも覚えていきたいよな、弓ちゃん風、ええカウンターか、やるじゃないか、おダブルヒット、おあで風、うわくー、ウィンドカッター、これはカウンターできまいど、何が起こったかと思ったわ、カウンターか、まさかの、やりよるな、やりよるな、この野郎、飛び寄せてこう、よし、うわー、まあ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 、これはちょっとまずいっすね、あいつは催眠系はちょっとご勘弁と。こいつはまあ戦いましょうか、あーまあまあ OK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  全然 OK、ダブルヒットきたねめっちゃ覚えるじゃん、これ剣より、これ串刺し、いや二段突きかな、火炎ダブルヒット、よし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 、ギリギリ、オッケー、ダダダダ、どんどんちょっとずつでいい、強くなっていってくれと、よし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 、入ってる、いやーもうウィンドカッターっすね、やるかやられるか、ここで本当にラビットストリームあれば安心なんだよね、先に攻撃できるから、よし OKHP アップ HP がなかなかアップしないですね、他もうここまで来たらあんまりアップはしない感じなのかな、精霊はね意外にちょっと怖かった、あもうトップっすかこれ、すごい熱さだわ、ちょっと待て、なんかね戦闘っぽいのが起こるような気がする、持ち物でちゃんと回復しとこう、ジュイーと50いったね、これでね、術はまあいいとして、技よし大丈夫、行こう、さっさと固めて帰ろう、オッケー、
投げた。なんか投げたね。これで固まりますよと。あれ？なんかめちゃめちゃ戦闘が起きた気がしたんだけど、これで噴火に悩まされることもない。あ、ってことっすね。 OK。 あ、じゃあもうこれで OK っすか。いいじゃない。あ、なんかすげえ、わー出た。ちょっとまあやってみましょうか。とりあえずやってみましょうよ。串刺しの方が攻撃力高いのかな。これよね、これ。まあ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 、一人だけだからいいけど。ああ、あんま変わんないっすね。強いんすよね、やっぱり。でも次の工程になれば、その催眠が効かなくなるからね、みんな。承継できるから。これは素晴らしいと。出た、ヘルファイヤー。これはそこそこ、そこそこ強い。でも、一回だったら耐える。好き。もうちょいで倒せるはずです、こいつは。でもなんか500とかぐらいしかもらえなかった。600ぐらいだったかな。あ、400かっていう感じですね。おっつ、あ、ブラッディマリーか。怖え、怖えというか。まあやりますか。流血、まあ先に動いてくれたら助かる。ミスってるしミスってるし。おっしゃ、見切った。いいね、どんどん見切っていく。これはレベルが上がっている証拠なのかな、全体的にね。見切り能力とか。よっしゃ、オッケー、ナイス。なんていうか、皇帝のね、皇帝のライフポイントを減らしたくないんで。なんでこの雑魚が出てくるのか、すげえ謎。ちょっと、水をあげとこうぜ。ハルモニアの剣で、攻撃して千切りとか出ないのかな。通常攻撃、でなんか覚えやすいみたいなイメージがあるんで。オッケー。火山止めて、なんかすげえ噴火したような。はい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 、終了はい終了。いやいや、マジ無理無理無理だから、無理だから。あー、まあシザースは、いや、ちょっと待って、カウンターがマジ怖えよね。先にシザースやりつつでいくか。探索斬りで、これで3人攻撃して倒せると思うんだよね。で、串刺しは多分だけど、多分だけどカウンターできないと思う。あ、でも今あいつ攻撃してきたから、カウンターはそもそもできんか、今このターンは。でもシザーズ強す、硬いんだよな、硬いんですよね。倒せるか。よし、でですよ。まあでも1回だったら耐えられると。串刺しでは大丈夫だと。よし、大丈夫。オッケー。ワームスレイヤー、あの弱いやつか。なんかすげえ噴火したイメージがあるんですけど、間に合わなかった時の話かな。でもこれ止めちゃって、ああ、そうか、それで、あれっすか、サラマンダーがちょっと弱くなっちゃうのかな。力の源ですって言ってたから。
それ、いや、それ止められちゃったらみたいな、あの族長、どんな感じになるんだろう。いやー、元気出ないっす、もうすげえやる気ないっすみたいな、そんな感じになっちゃってんのかな。シワシワおじいちゃんになっちゃってるみたいな、誰かの下半身みたいになってるっていう、やかましいわ。おっつ、まあぶっちゃけこれは乱されてもあんまり関係ないかなと。人形乱されてもベアに行くっていう、なんか悪いことしましたかベア。来ますと2ターン目で倒せますからね。槍がもうちょっと強くなって、まあっていうか強い武器が欲しいね、槍のね。今な、なぎなたで攻撃力が20いくつだったかな。あ、でもそうするとハルモニアとあんま変わんないのか。よっしゃ、ナイス。いいね、いいね、どんどん上がっていく。倒したとき、そいつ倒すと経験値が違うとかあんのかな。倒した人がちょっと多くもらえるみたいな。お、値段付き、かわす。いいね、もう千切りじゃなくても結構気持ちいいっすからねこれ。リザードマンも結構長いっすよね。最初 ほとんど最初だよね。あの宝石鉱山じゃない、宝石鉱山だと思ってるんだけど、ちょっと逃げようかな。あんまりねコスパが良くない。まあまあまあ行きましょうか。自列で行こうか。ちょ待ってちょ待って、こうしてウィンドカッター後ろやって自列撃探索串刺しだと、これなかなかいいっすよ多分。あー、やっちゃった。まあまあいいんすけど、いいんすけどね、いいんすけど、ピュイって飛んでいくのがいいね、ピュイ。まあまあ低いと、そりゃそうだわと。いや、バックはいい、バック、お前はいい、お前はいいの、夢の中だけでいいの。またバックじゃない、来た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 、あ、オッケーオッケーオッケー。で、経験値高いから戦う、違う、自列じゃないと。よしよしよし。あ、やばいやばい、これやばい。まずった。これはまずったね。あ、でもこれ一回だけかな、セルフバーニング来るの、もしかして。どうだろう。あ、一回だけでよかった。ナイスナイス。かばってあげたね、いいね。この感じ、ドキドキ感、これがロマサガのドキドキ感だよね。このギリギリの感じ、ライフポイント削られるか削られないかのギリギリ。よっしゃ。いや、でも苦しいことには変わりないよね。よし、帰ろう帰ろう、お家へ帰ろう。ちょっとゼミを見てみる。ああっあっ、やばいやばい、あれ、全滅、すませんえぇ、ー、鋼のメンタル。メンタルすごすぎじゃない族長。サラマンダー逆にすごくない？
え、逆にすごくない？何も変わってない。え、火山なくても全然いけんじゃん。めちゃめちゃすごいじゃん。え、めちゃめちゃすごくない？変わってないよ。外にいたやつだがちょっといなくなっただけ。すご。へえ。じゃあまあ村に戻って回復して、ちょっと前、あ、じゃあ報告は次回魔導士にするとしましょう。よし、あ、いい感じ、いい感じ。ジャンヌちゃんと寝かせてあげる感じなんだ。いいね、優しいな。 OK。 ではそうですね、魔導士のところに報告を次回したいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。テッシーでした。失礼します。